った。よし、はい、行きまーす。いつか必ず叶う日まで。よろしくお願いします。まあ、抜けちゃうのは勢いだし、スライディングで、海みたいなのを出すのは、走ってるところが一番強いので、走り方知らないんですよ。走る競技やったことないんですよ。鬼ごっこぐらいしか。じゃあ、アイカに合わせて走る。速さ違う。アイカ。イエーイ、なんか。一回短距離ダメだ。短距離だ。アイカ。君ね、あ、君ら二人ね、絶対一緒に走ろうねって言ったらね、ついてこいよ。いや無理だよ、何言ってんの。なんで獣についていかなきゃいけないの。どうすんのこれ、意外とありますね。意外とある。短距離じゃないですね。だから100メートルですか。100メートルです。何それ、知らないよ。マジな顔って何ですか、ガッツリでしたか。え、マガオ、ガチな顔って。マガオ、マガオ。結構下向いて走る人ね。もう大会、え、あいか前、めっちゃ前向いて一緒に走ろうね。ボルト、ボルト。どっか遠いところだ。ちょっと遠いところでしょ。そうだね、遠くに走るのがいいね。視線上になるから白目多くない。遠くに走る。大事ですか。大事って言った。大事、なるほど。面白い人だ。あ、おらんじゃん、おらんじゃん。あの信号、あの信号ぐらい、あの信号ぐらい、あの信号ぐらい。どのくらいで走るんですか。私、君らについていける気しないからね。せーの、アイカに合わせた。早いよ、あいつ。あー、やばい。早いよ。私も、アイカに。はい、回しちゃったよ。待ってます。はい、じゃあ行きます。よー、スタート。かな。はい、後ろになっちゃうとさくらと愛理が全然映らなかったから、うん、一応空間は4人こう横に並んでるようにしておいて、で走ってくれて、前後があるのは OK なので、愛理と愛理と愛理が直線に走ればいいから。Thank you.
1バージョンください。はい、コスプレ帳2個ぐらい持ってるんですよ。コスプレ帳、コスプレを一応2個持ってるんですよ。ああ、そうなんだ。個人的にこれ燃えると思います、この2人。そうね。何がアニメコス嫌なんだ。いや、あのロリっぽい服ちょっと着せたくないですか。そうね、そうねって似合いそうだよね。こっちなんかちょっと長い、なんでしょう、桃源郷にいそうな感じの、あの天国にいそうな感じの、お姫様の、お姫様じゃなくて、どっちかっていうと、あのなんだろう、あのお使いする方の方が可愛いと思う。メイドさん、はい、あ、確かにメイドさん、なんかおしとやかなメイドさんで、アイカにチャイナドレス着てもらいたい。あ、わかるわ、身長高いから、うん、足も長いし、あらあらあら、何これ、そんなのにあるんだ。いや、ないと思う。これいるやん。見て、ちゃんと私も後ろにちゃんとじゃないし。さくらあるからロリータとか。あ、うん、キメイド服とか、前にメイド服絶対似合う。似合う、絶対こんな最後サンダル。やだ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 、やりたくない。サンダル服着せたい。サンダル服着せたい。似合う。ラスト、どうぞ。取ります。何、何食べた？メモリア。で、感想は？酸っぱい。何探してんの、アイリー？ペットボトル入れ。一緒かして。いいよ。バレた？そのバカ。え、あ、バカって言った方がバカなんだよ。はい。顔、リコは顔。みんなが一斉に就寝し始めてる。みんなタオル顔につけてるからさ。 No, NG, I'm sleepy face. え？ Sleep face? No. あなたそれ顔掴んでるけど大丈夫？アイリさん眠れる？平気？ちょっと 寝てください。こうやって動いてる。結構生きてます。はい、とか見てください。パンダです。落ちた。あ、めっちゃいい。あ、もうちょっとだけ前に使う。はい、どうぞ。その日まで温かい壁の方
暑いけど笑顔。そよ風です。釣りで頑張れ。釣りで最後だよ。カメラを向けると元気になる、ね、気合い入れてもらいました。リコちゃんに今引っ張られてたからリコちゃんに気合い入れてもらいました。いつもあのね、いつもね、始まる前にね、ライブの前なんだけどね、なんかあの最初に MC じゃない、流れるじゃない、 SE が流れるときにリコやってとか言ってね、セロって言ってセロって言ってバーンって背中ね叩いてもらうんだけど、釣りで最後だよ。午前中。はい、頑張ります。いたった。よし。完璧ですか。完璧。かわいい。完璧だよ。よし。熱いぜ。来た。めっちゃなんか炎天下の人と踊れるって絶対ないじゃないですか。ないよね、普通だって踊んないからね、炎天下の人。すごい楽しかったですね。すごい。いつもはあれと違う感じで、まあね、あとなんかこうパフォーマンスに集中というか。得意の得意。小指がプルプルします。え、アイリー同じじゃないね。No. Can you end? 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 Can you トトロ行きましょう。もうどうすればいいか。トトロ誰かが遠そに俺が違うんですよ。わかるか苦しい時にいいんじゃない。やめてやめて。死にそう。なんかいっぱい空気入ってくる感じ。シャルビーダンスしよう。どっちが男よ、どっちが。リコ男。これね。あ、じゃあうちです。こっち男よ。最初やりたい人。はい。はい。お。早めに終わらせて。え、さっきやったんで。はい、私やります。アイが2番目。アイが2番目。第二3番目。2番目取り合っちゃダメです。第3番目になろう。そんながずるや。
フューチャー、体と心震わせてこう目指すの。はい、OK です。ありがとうございます。終了です。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。どっちが先ですか？はい、はいはいはい、どっちが先です？はい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 。スペシャリーですね。すごい間違えました。スペシャリーの DVD ということで、はい、いやー、ね、いいですね。多分ね、きっときっときっとな映像がね見れると思いますね、はい、はい。ということで皆さん、清く正しく美しく聖母を正してきちっとした顔で見ましょうね。はい、じゃあ楽しんで盛り上がって富山スタート。イエーイ。おはようございます。
発見できましたよ。アイカが発見したみたいです。あ、いた。おはよう。おはようございます。ご出発の際にお預かりいたしました手荷物は、ただいまからターンテーブルでお返しいたします。大変危険ですので、手荷物引き取りの際は、黄色の線まで下がってお待ちください。ちょっと重たかったんです。これだけに。自撮り中ですね。撮ってあげる。撮ってあげるよ。自撮り中ですね。なんか無理。黒い道？黒い道？最低。黒い道？これは私のせいじゃないぞ。逆光。逆光なんで。在庫も下げろうかな。いつも下げてんじゃん。最低。ねえ無理。おいおい。イエーイ。お腹空いてますか？はい。え、空いてる？まあまあ空いてます。ちょっとすいません。おー、なぜから事故をつけたくなるさんです。高岡市の20代男性の方、私が男性です。はい、黄金だね。食べて食べていいですか？黄金だね。見て、黄金だよ、畑が。切られなくなってる。すごうちでも畳あるんだけど。いや、愛感じる。畳ないの？はい、私の家の人みんな畳嫌いなので。畳大好き。あの匂い嫌いっていうか、なんか、はい、そういう文化で生まれてきました。なんか畳はなんかいっぱい服とかに絡まるじゃないですか。安い畳買ってるからです。なんか畳ないもん。靴じゃない、服に靴かも分かんないじゃん。なんかちょっとザラってたさ、服がザラってたじゃん。いい加減ね。畳の上ってイコール正座じゃない。もう正座無理だもん。正座しなくてもいいんだよ。あぐらかいてたって体育座りだっていいんだよ。なんか嫌だよ。なんなのそれ。今日テンション高い。
Thank you.
ラムだから。イケメンですよ。影持ってるのでイケメンですよ。今日イケメンなんですよ。開けます。うつるさんマラソン大会私絶対になります。絶対 朝から練習してくださいって言われて、サボる方向で進めています。一緒に映ってる。明日待ってたよ。あれ？お疲れ様です。イエーイ。もう知らない。イエーイ。バイバイ、さくら、またね。またね。大事に。あらですね。お疲れ様です。ありがとうございます。よろしくお願いします。お疲れ様です。リコの顔さ、だんだん同じ顔になってたよ、最近。
宣言したいことがあります。皆さんに宿題を出します。この DVD を100回見てください。そして DVD プレイヤーが壊れるまで見続けてください。はい、この DVD は パラレルワールドになっていますなのでね、何回も何回もこの暑い暑いガルフォーの夏を皆さん楽しみましょう。またライブ来てね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ね、なんち最後。なんか映る最後。